あとちょっとまあ記事にも多少なってましたけど、なんかやっぱりここ最近ちょっとご自身だけど苦しめるとか、まあそれは全然言えなかったんですけど、そこら辺も欲しかったもん気になってるので、どういう話を乗り越えられてっていうのをもしかしたら聞いてるかもしれないですいや、それはまあ全然多分難しかったんじゃないですか。いや、まあ苦しかったっていうか、去年できてたことが、できなくなってた部分があった気がして、考えすぎちゃってた部分があったんで、でもそれってなんか自分一人でどうにかできるわけでもないし、 100% やんなきゃいけないっていう自分のまずモットーが忘れてた部分があったんで、どうしたらもっと良くなるんだっていうことにフォーカスしすぎて、まず根本的な、まあ僕も記事言ったんですけど、誰仲間のためにやってるとかっていう、仲間のために戦うとか、そういう部分がその時はなんか忘れてた部分があったので、そこもう一回原点に帰ってそこからやろうっていうふうに思いました。やっぱりファンの皆さんも佐川選手が元気に応援されそうだ、絶対見てもらったいや、はい、でもヨーマンスです。どういうこと怪我で1ヶ月寝なくて、はい、心のよりどころはなかったっていやそれリフォーマーさんもその怪我しちゃってしゃーじゃないんで、さすがにそこはちょっといや、そう、はい、でもあれお腹痛かったからさ、ちょっと手が良くなかったみたいな感じで、俺もちょっと思ったんですよ。あばら、痛めてたんですか？あばら、今痛めてたんですか？あばら、今痛めてたんですか？え、でもなんか最初レントゲン撮りに行ったんですけど、映ってないって言われて、痛すぎて、でもなんか何ともないって言われてるんで、やらなきゃいけないと思いながらやって、で、結局なんか、ガンバ戦の点決めた後に、そのぶつかってまた再受賞しちゃって、またレントゲン取り行ったら、ひび2本入ってたみたいになって、あやっぱそうだったんだみたいな感じでした。それもありましたね。怪我から復帰して、あれ2週間ぐらいですよね、確か。帰ってきた初日の練習からも全然違った。楽しそうに。まあ確かに。それの足のがでかかったのかもしれない。いや、まあ確かに。そうですね、ちょっとサッカーから離れて。はい。そうだな。そうだ。いや、冗談です、冗談です。いい意味で、いい意味で。離れすぎた。俺もありましたね、確かに。そうですね、あばら響き2本入ってたんで。それは言わない方がいいのかな。確かに、あんまり。言ってください、ぜひ。言ってください、ぜひ。いいんですか？大丈夫ですか？そう、全然いいです。なんかそうだったんだって思ってますね、はい、だから、まあ、そこやっぱ出してほしいリリースね、いきなり出なくなったら確かに、ね、そうなの嫌だよね。だからあの時も俺めちゃくちゃ見たから言われたの、え、押されたみたいな。日々2本入ってた、使ってください、使ってください確かに逆にね、はい、そうですね、みんな知らないじゃん。いや、絶対知らない、やっぱり悪いなって、あんなに日々入ってたら仕方ねえってなるよ。知れてよかったです。使っていきます。ありがとうございます。でっかくなる。あ、日々日本みたいな。サムネ。なんだかわかんないでしょ、内容。どんな動画だよ。こういう動画なんですか。そう、そういうの、リリース出るか出ないかって、なんかいろいろ基準があるんですか？あの、期間だと思うんですよね。1週間とか2週間とかだと、3、4週とかだったら出る。じゃないと、多分、確か出ない。龍馬さんもちょっと立ってから出まってましたね。そうです、そうです、もうほぼ治りかけてる時に出たから、はい、やろうとしてたんですよ、ずっと。あ、そのプレーを破裂してるのに、はい、いや、いける、いや、いけるとか言って、うまいですよ、ね、本当、何事もなくて、結果として、もう一回だってって言ったら話されてましたもんね。チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ、疲れです。